エドゥアルド・ヘス・スバルガス・ロハスは、チリ・サンティアゴ出身のサッカー選手。チリ代表、アトレチコ・ミネーロ所属。ポジションは FW。2006年から、チリの CD ・コブレ・ロアで、プロキャリアをスタートさせ、2010年1月8日、ウニベルシダでチリに移籍した。2011年のコパス・ダメリカーナでは、ルド・ジュー・キトとの決勝戦での3得点を含む11得点を上げ、 大会特典を並びに MVP に輝き、チームの初優勝に貢献した。同年度の南米年間最優秀選手賞は、ネイマールにこそ譲ったものの、チリ年間最優秀サッカー選手賞に選ばれた。2012年1月9日、SSC ナポリに移籍した。主にカップ専用員として活躍し、同年9月20日のアイク、ソルナ戦では、 カットトリックを決める活躍をしたが、言葉の壁に苦しんだ影響もあり、リーグ戦では無得点に終わった。2013年1月17日、グレミオフブパにレンタル移籍した。リーグ戦18試合に出場し、6得点を挙げた。2014年1月23日、バレンシア CEF にレンタル移籍した。2014年8月21日、 クイーンズパークレンジャーズ FC にレンタル移籍した。21試合に出場し、3得点にアシストを記録。不満分子としてチームの輪を乱した。2015年8月24日、1899ホッフェンハイムへ2019年6月までの4年契約で完全移籍した。2017年1月27日、リーガ MX のワンル。 ヒグレスへ2019年夏までの2年半契約で完全移籍した。2020年11月9日、アトレチコミネイロと2年契約を締結。チリ代表として2008年にトゥーロン国際大会ミルクカップに出場した。A 代表とペルー代表戦で初ゴールを記録した。ありがとうございます。